ユーゴスラビア人民解放戦争、あるいはユーゴスラビア戦線は第二次世界大戦中に数軸勢力支配下のユーゴスラビアで発生した戦争である。1941年にユーゴスラビア王国が数軸勢力による侵攻を受け、ドイツ、イタリア、ハンガリー、ブルガリア及びこれらの傀儡国家によって分割されたことに対して、 人民解放戦争が始められた。この戦争は主にゲリラ戦術を取り、数軸国及びその傀儡国家である、クロアチア独立国やセルビア級国政府などに対する解放戦争として進められたものである。また同時に、共産主義を標榜するパルティザンと反共主義のチェトニクやスロベニア共同防衛隊などの軍事組織との内戦でもある。こうした、 環境主義の軍事組織と数軸勢力との協力関係の度合いは様々であった。戦争初期にはユーゴスラビアパルティザンとチェトニクは共に占領に対して武力で抵抗を図った。しかし1941年にチェトニクは協力政策を採択し、イタリアが降伏するまでイタリアの占領軍と協力関係をとり、その後は ドイツ国防軍やウスタ社と協力関係に入った。数軸軍は7時に及ぶ反パルティザン攻勢によってパルティザンの壊滅を試み、1943年のネレトバの戦いやスティエスカの戦いでは壊滅寸前にまで追いやった。しかしパルティザンは撤退はしたもののその後も十分な戦力を保持し続け、テヘライ会談において西側連合諸国による支援が決まり、 また、ユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議を起こして、終戦後のユーゴスラビアの統治体制の枠組みまで決定した。その後は、西側諸国からの補給、装備、訓練、航空支援を受け、また、ベオグラード構成では、ソビエト赤軍の支援も受けて、パルティザンは、ユーゴスラビア全域での統制を獲得、イタリアのトリエステ、オーストリアのケルンテン州にまで迫った。 戦争による人的被害は膨大であった。戦争の正確な被害者数は未だに異論があるものの、一般的には少なくとも100万人以上と見積もられている。非戦闘員の被害者には、域内に住むユダヤ人などがあり、その多くが野せの罰強制収容所やバニツァ強制収容所などの絶滅収容所、強制収容所に送られ、死亡した。また、 ウスタシャ体制のクロアチア独立国では、セルビア人やロマに対するジェノサイドを政策として実行し、チェトニクは、ムスリム人、クロアチア人に対する民族浄化を、イタリアの占領当局は、スロベニア人に対する民族浄化を行った。ドイツの占領軍は抵抗運動への報復として、多くの一般市民に対する無差別処刑を行った。そして、戦中よび戦後には、 パルティザンによる報復が行われ、ドナウシュバーベン人の強制追放や、退却を試みる、数軸ジク軍及びその協力者と見られた市民に対する、死の行進の強制と処刑、イストラ半島における、イタリア人市民の殺害などが発生した。ユーゴスラビアの占領と分割ユーゴスラビアの占領と、分割1941年4月6日、ユーゴスラビア王国は、ドイツやイタリア、ハンガリー、 ブルガリアといった数軸国により全方位から侵略された。この侵略ではベオグラード空爆などにより10日前後で集結し、ユーゴスラビア王国軍は無条件降伏に追いやられた。ユーゴスラビア王国軍はドイツ国防軍と比べて装備が貧弱であったことに、加え、あらゆる方面から一斉に侵入する数軸勢力と戦うにはあまりに規模が小さすぎた。 また、ユーゴスラビアの枠組みに反対する立場の住民は、ドイツを政府の抑圧からの解放者として歓迎した。こうした動きが、南スラブ人の統一国家であるユーゴスラビアという枠組みに対する立場の違いを表すのと同様に、占領軍に抵抗する者も,もまた立場の異なる二つの組織を発足させた。一つは、王統派のチェトニクであり、もう一つは、 共産主義者のパルティさんであった。スロベニア人、クロアチア人はいずれもセルビア人の王家であるカラジョルジェビチ家をいただくユーゴスラビア王国の存続のために戦おうとはしなかった。ユーゴスラビア王国のために戦う者はセルビア人のみであった。セルビア人の参謀たちはユーゴスラビアを大セルビアとみなしており侵略の前夜に165人いた。 ユーゴスラビア王国軍の召喚のうち4人を除いてはすべてセルビア人であった。数軸国によるユーゴスラビア支配は極めて過酷なものであり、ユーゴスラビアは領土をバラバラに解体された。ドイツはスロベニアの使用部を併合し、また、傀来政権として設立されたセルビア旧国政府の領域を占領するとともに、クロアチア独立国などの傀来国家に対しても、 影響力を及ぼした。クロアチア独立国は、今日のクロアチアと、ボスニア・ヘルェゴビナ、さらにセルビアのスレム地方を領土とした。ベニートムッソリーに率いるイタリア王国は、スロベニアの南部、コソボ、そして、ダルマチアの沿岸部及び、アドリア海の島々を手に入れた。またイタリアはモンテネグロを支配下に置き、クロアチア独立国の王位を手に入れた。ハンガリー王国は、 バラニアやバチュカなどのボイボディナの一部、クロアチアのメジムリエ地方、スロベニアのプレクムリエ地方を併合した。ブルガリア王国は、今日のマケドニア共和国に相当する地域の大部分、及び、セルビア東部とコソボの一部を併合した。ユーゴスラビア王国の解体と、クロアチア独立国、セルビア旧国政府といった、海外政権の樹立、通国による占領と併合は、 当時の国際法にも反するものであった。1943年のイタリアの降伏以降、イタリアの支配下にあった土地は、ナチスドイツあるいはウスタシャの支配下となった。コソボ、アルバニア、モンテネグロ、そしてイタリア領、ダルマチアなどがこれに該当する。開戦後のこの地域の地位は、不明瞭な状態となった。連合国は、ユーゴスラビア王国の亡命政府を承認していたが、 数軸国は自分たちによる地域の分割と傀来国家を承認していた。1943年後期にパルチザンが戦中のユーゴスラビアの政府機関としてユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議を設立した際、連合国はこれを承認し、その後パルチザン主体のユーゴスラビア民主連邦も承認された。1943年末のテヘラン会談では、 パルチザンはユーゴスラビア人民解放軍として、連合国からその地位が認められた。新しく認められたユーゴスラビア政府は、パルチザンのヨシップ・ブロズキ党を首相とし、アベノッチのメンバーと、ロンドンにある王国の亡命政府のメンバーの双方から構成されていた。新しいユーゴスラビアが王国のままとなるか共和国となるのか、そして国王ペタルニセの地位をどうするのかといった、 根本的な課題は終戦後へと先送りされた。1941年にスロベニアのマリボルを訪れるアドルフ・ヒトラー。その後、この地を再びドイツ化せよと命じた初期の頃より、通軸国に対するユーゴスラビアの抵抗運動には二つの派閥があった。一つはパルティザンであり、これは共産主義者主導による民族を超えた。 全ユーゴスラビアの団結を掲げ、共和制を執行する左翼集団であった。もう一つは、チェトニクであり、これは保守派、王党派による民族主義者の集団で、ほぼ、セルビア人のみを支持母体とした。当初はチェトニクが西側連合国から承認され、パルティザンはソビエト連邦の支持を受けた。パルティザンが連合国全体から承認され支援を受けるようになったのは、 ジェトニクが数軸国と協力関係にあることが広く知られるようになった1943年以降のことであった。パルティザンはヨシップ・ブロズキ島を指導者とし、ドイツ、イタリア、ハンガリー、ブルガリア及び傀儡政権に対する闘争の中心的役割を果たした。スペイン内戦の経験のある元義勇兵を引き入れ、またスロベニアではタイガーのメンバーを引き入れて、 兵員の訓練に当てた。また、社会主義思想は民族を超えた支持を集める役割を果たし、闘争を通じて支持を拡大し、連合国及びロンドンのユーゴスラビア王国亡命政府の承認を得るに至った。パルティザンはヨーロッパにおける第二次世界大戦で最大の抵抗。パルティザンは国内外のすべての敵対勢力を排除し終戦後の ユーゴスラビア民主連邦の正規軍となった。マケドニア及びスロベニアのパルティザンの活動はユーゴスラビア人民解放戦争の一部に含まれるものの、それぞれ地元の民族に根ざしており、中央からの独立性が高く、マケドニア人民解放軍、スロベニアパルティザン部隊として独自の組織を有した。1944年、マケドニアとセルビアのパルティザン司令官は、 セルビア南部で連絡を取り、マケドニアとセルビアの指揮系統を統一。これによって、マケドニアのパルティザンは、ヨシップブロズティトの指揮下に組み込まれる。スロベニアのパルティザンもまた、1944年にティトの指揮下へと組み込まれた。マケドニア共産党の自治主義者らは、戦時中は、マケドニアパルティザンの中心的役割を担ったが、1945年の 第2次マケドニア人民解放反ファシスト会議において完全に排除された。応答派のチェトニクはドラジャミハイロビッチを指導者とし、数軸国に敗れてチリ散リになったユーゴスラビア王国軍の残党を中心に構成され、セルビア人の支持に全面的に依存する組織であった。数軸国によるユーゴスラビア侵攻後、1941年4月17日に、 ユーゴスラビア王国が降伏した直後に結成された。チェトニクは結成当初、ロンドンのユーゴスラビア王国亡命政府及び連合国から抵抗運動として唯一承認された勢力であった。パルティザンとチェトニクは初期には何度か協力を試みたものの、こうした試みはすぐに失敗に終わった。パルティザンとの交渉が決裂すると、ミハイロビッチは、 パルティザンへの敵対姿勢を明確にし、パルティザンを主敵とみなすようになった。ミハイロビッチによると、これはドイツ軍が報復として、セルビア人市民を無差別処刑するのを防ぐための措置であった。しかしその後も、パルティザンは活動を止めることはなく、チェトニクは1941年11月にパルティザンを攻撃した。この頃から、チェトニクはドイツやイタリアと協力し、 補給を受けることが多くなった。ミハイロビッチの元へ派遣されたイギリスの連絡員は、ウジツェ共和国の画会の後、ロンドンに対して、ミハイロビッチへの物資支援を中止するよう求めたが、イギリスはその後も、チェトニクへの支援を続けた。1931年から1939年までの間、ソビエト連邦は、ユーゴスラビアのパルティザン戦争の準備を進めていた。 戦争前夜には数多くの将来のユーゴスラビアの共産主義指導者たちがソビエト連邦の情報機関によってソビエト国内及びスペインでパルティザンとしての軍事訓練を終了した。1941年6月22日に始まったバルバロスサ作戦で数軸国はソビエト連邦との先端を切った。同じ日にユーゴスラビアパルティザンは 試作人民解放パルティザン部隊を発足させ、これがユーゴスラビアパルティザンの初の軍事組織の誕生となった。この部隊はクロアチア試作近くのブレゾビツァの森で発足した。その後数週間の間にユーゴスラビア各地で数軸支配からの解放を求める多数の軍事組織が活動を始めた。 ユーゴスラビア共産党は1941年7月4日に武力闘争の開始を決定し、この日付は後に戦士の日としてユーゴスラビア社会主義連邦共和国の祝日とされた。直サヨバノビッチシュパナツが最初の一発の銃弾を放って武装抵抗は始まった。この日付は後のセルビア社会主義共和国における国民の祝日、放棄の日となった。 8月10日、山中の村、スタヌロビッチにて、パルティザン軍は、コパオニクパルティザン分隊総司令部を設置した。パルティザンによって解放された、スタヌロビッチと周辺の村々からなる領域は、交付共和国と呼ばれ、42日間維持された。この地域の反乱軍は後にパルティザンの本体に合流した。1941年9月、パルティザンは、 ザグレブ中央郵便局破壊工作を実行した。1941年12月22日、ユーゴスラビアパルティザンは第一プロレタリアート九州旅団を組織した。この旅団は拠点となる地域を超えて活動する能力を持つパルティザン発の常設の軍事組織である。この日付は後にユーゴスラビア人民軍の日となる。1942年。 パルティザンの各組織は公式にユーゴスラビア人民解放軍及びパルティザン部隊へと統合された。チェトニクは降伏したユーゴスラビア王国軍の残党を中心としてドラジャ・ミハイロビッチの指導の下、セルビア西部のラブナ・ゴーラ山中で結成された。しかし、パルティザンとは異なり、ミハイロビッチの軍はほぼ全てがセルビア人で構成されていた。 ミハイロビッチは部隊を武装させ、自らの命令を待つよう指示した。ミハイロビッチは戦略的重要性が低いとして、数軸軍への直接攻撃を避ける方針を取った。チェトニクは初期の頃から1943年のテヘライ会談までの間、西側連合国の支援を受けていた。1942年、雑誌タイムはミハイロビッチ率いるチェトニクの成功を特集し、 ナチス支配下のヨーロッパで自由のために戦う者として懸念した。チェトニクは連合国から空輸にて重機500兆の補給を受けた。しかし実際にはより積極的に数軸勢力と戦っていたのはティトーのパルティザンであった。ティトー及びミハイロビッチはドイツから10万、ライヒスマルクの懸賞金をかけられており、チェトニクが公式には ドイツやウスタ社の旧敵であった間、実際には、イタリアや、その他の数軸勢力と密通していた。イタリア軍の装甲車フランス製の H39、戦車で川を渡る、ドイツ軍ドイツ軍の装甲車と、ブルガリア兵の監視を受けるユーゴスラビアの捕虜、パルティザンは、数軸国とその海儡勢力に対して、ゲリラ戦を展開し、戦果を収めてきた。パルティザンは、次第に、 大きな戦果を上げるようになり、より多くの人々の支持を集め、ユーゴスラビアの広大な一角を実行支配するようになった。パルティザンにより解放された地域には人民委員会が設置され、地域の自治に当たった。一部の地域では独自の軍需産業が起こされた。しかしごく初期には、パルティザンは小さな組織であり、装備も貧弱で、いかなる設備も持ち合わせてはいなかった。 しかし、ユーゴスラビア域内で活動する他の抵抗組織と比べて二つの点で優れていた。一つ目に上がるのは、パルティザンには少数ながらも無視できない数のスペイン内戦の経験者がおり、ユーゴスラビアの置かれている状況に似た環境での現代戦争の経験があったことである。二つ目は、パルティザンは民族に基づかず、イデオロギーに基づく集団であったため、 多民族国家であるユーゴスラビアのすべての民族集団から一定数の支持を得ることができたという点である。これによってパルティザンはより多くの人々を対象に兵士を募集することができ、また域内での稼働性を高めることができた。この利点は後になるにつれて大きくなっていった。チェコ人やスロバキア人、トルコ人を除く多くの少数民族が占領軍に協力した。 数軸国はパルティザンの脅威を明確に意識していた。ドイツ国防軍の4つの不評手段を除くと、この地域出身で占領任務に当たった最大の勢力は、クロアチア独立国建国直後の1941年4月に設立されたクロアチア強度防衛隊であった。これはドイツの占領当局の認可のもとで行われ、 新設のクロアチア共同防衛隊の任務はこの国家を内外の敵から守ることであった。クロアチア共同防衛隊の規模は当初16個の不評大隊と2個の騎兵戦隊に限定され合計1万6000人程度であった。当初の16の大隊はその後1941年5月から6月にかけてそれぞれ2個の大隊からなる15個の不評連隊へと規模を拡大し、 さらに5個の師団へと編成され、兵員数は5万5千人にまで拡大した。支援部隊には、イタリアから提供された35両の軽戦車、ユーゴスラビア王国軍から露覚した、チェコ製の兵器を装備した10個の砲兵大隊、ザクレブに1個の騎兵連隊、サラエボに1個の騎兵大隊、そして2個の自動化不評大隊がそれぞれ、ザクレブとサラエボにあった。また、 複数のウスタシャ民兵連隊が組織され、クロアチア共同防衛隊からは独立し、別個の命令系統で運用されたが、1944年11月に、クロアチア独立国軍へと統合、再編成された。1941年6月には、組織されたばかりのクロアチア共同防衛隊は、東部ヘルツェゴビナで、セルビア人の放棄に直面し、さらに7月には、 東部ボスニア、西部ボスニアでも放棄が発生した。クロアチアゴールダルマチア及びスラボニアの大隊が兵力を補充した後、再び東部ヘルゼゴビナの戦闘に従事した。強度防衛隊は1943年に最大規模に達し、兵員数は13万人に達した。クロアチア強度防衛隊には空軍もあり、クロアチア独立国空軍、イタリア、チェトニク、 クロアチア独立国、セルビア旧国政府、ブルガリア、ハンガリーなどが関与した。1943年前半に行われた2回の大規模作戦では、パルティザンの壊滅まで、あとわずかにまで迫った。現場の川の名前をとって、ネレトバの戦い、スティエスカの戦いとして知られるこの2つの戦いは、ドイツ側ではそれぞれ、白作戦、黒作戦と呼ばれ、または、 第4次及び第5次ハンパルティザン構成とも呼ばれている。ユーゴスラビアの歴史学で7回の大規模なハンパルティザン構成として取り上げられているのは以下の構成である。連合国は当初ドラジャミハイロビッチのチェトニコを支援していたが、後期にはパルティザンが形式的な指示や一部の物資支援を受けるようになった。百四十二年には物資支援は限定的ではあったものの、 チェトニクと並んで、パルティザンは連合国の支援対象となった。西側連合諸国の情報機関は、パルティザンとチェトニクの双方に接触を図っており、連絡委員たちによって、これらの抵抗組織から集められる情報は組織への補給において極めて重要であり、また連合国のユーゴスラビア戦略を決定づける要因であった。情報機関の活動は、最終的に、 チェトニクへの支援停止と祈祷のパルティザンへの支援へと結びついた。1942年の時点では補給支援はわずかであり、チェトニクとパルティザンの双方に等しく与えられていた。これが1943年になると状況は一変する。ドイツは黒作戦を遂行していたとき、イギリスはウィリアム・ディーキンを情報収集のためにパルティザンのもとへ送り込んだ。 ディーキンの報告には2つの重要な観察結果が記されていた。1つ目に、パルティザンは、パルティザンがドイツ軍第一山岳士団及び第104系士団に対して勇敢によく戦っていること、多くの負傷者が出ていること、支援が必要であることが述べられている。そして2つ目に、ドイツ軍第一山岳士団がチェトニク支配下の領域を通行して、 ロシアから移動してきていることが述べられている。また、ドイツ軍の通信を傍受した結果から、チェトニクがドイツに攻撃できない臆病者であると確信したとしている。この報告は連合国によるユーゴスラビアの航空作戦を強化し、そして支援方針を転換させるものとなった。1943年9月、ウィンストン・チャーチルの指示により、パルティザンと接触を図るために、 イギリスの順将サーフィッツロイ・マクリーンがドルバル川近くに司令部を構えるテ頭のもとにパラシュート降下した。この頃、チェトニクは依然連合国の支援を受けていたが、これ以降パルティザンもまた連合国の支援を受けられるようになった。テヘラン会談以降、パルティザンは公式にユーゴスラビアにおける解放軍として認められ、マクリーンの提案に基づきイギリス空軍は パルティザンへの物資支援及び戦術的な航空支援を目的としてバルカン空挺部隊を設立した。連合国の空軍は1944年5月末の第7次反パルティザン構成への対応として初めてクロアチア独立国空軍及びドイツ空軍の基地や航空機を対象として攻撃を実施した。それまでは数軸国の航空機は内陸部において 低空を自由に飛行できる状態にあった。地上で戦うパルティザンはたびたび数軸の航空機が彼らを攻撃する間、多数の連合国の航空機がより高い高度に止まっていることを苦々しく思っていた。しかしこの時点を境に連合国は初めて大規模に低空に降りてくるようになり、域内の航空優勢を確立した。これによって、クロアチア独立国空軍及び、 ドイツ空軍は、晴天下での作戦を早朝、及び夕刻に限定されることとなった。1944年1月、ティトーのパルティザンは、バニャルカへの攻撃に失敗した。しかしこれによってティトーが撤退を余儀なくされた間、ミハイロビッチ率いるチェトニックが何も行動を取らなかったことが、西側のメディアでも報じられた。1944年1月16日、 アドリア海のビストにて、ベータル2世を主犯とする、ユーゴスラビア王国亡命政府とパルティザンとの間で、キトーシュバシッチ合意が交わされた。合意では、王国の亡命政府とパルティザンの双方を含むユーゴスラビアの新政府の樹立が約束され、ユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議と亡命政府の統合が定められた。キトーシュバシッチ合意はまた、すべてのスロベニア人、 クロアチア人及びセルビア人に対してパルティザンに加わるよう求めた。こうしてパルティザンはユーゴスラビア王国亡命政府より自国の国軍として認められた。ミハイロビッチらチェトニクはパルティザンへの参加要求を拒絶した。1945年3月30日から4月8日にかけてミハイロビッチ率いるチェトニク一派は自らが ユーゴスラビアで数軸と戦う信頼するに足る勢力であることを示すための最後の行動に打って出た。チェトニクの中佐、パブレ・ジリシッチは、ウスタシャおび、クロアチア独立国軍を相手に、リーエブチャ平原の戦いを完光した。1945年3月末、クロアチア独立国軍の精鋭部隊が、スレム戦線を離れ、クロアチア独立国北部で戦うジュリシッチラの 対応に当たった。両者はバニャルカで衝突し、クロアチア独立国側が決定的勝利を収めた。1941年4月19日、ブルガリアはマケドニアの大部分とセルビア東部の一部地方を占領した。これらの土地はギリシャ領マケドニア及び西部トラキアとともに5月14日にブルガリアの領土に編入された。1942年1月15日、 ブルガリアの三個不評次第がセルビア南東部に配置された。ブルガリア軍は種に司令部を置き、それまでこの地の占領に当たっていたドイツ軍と入れ替わり、ドイツ軍は大祖戦やクロアチアへと移動した。1943年1月7日にはセルビア南西部も占領下に置く。ブルガリアは抵抗組織に対して強圧的に対応し、この地方におけるパルティザンの活動は目に見えて低下した。 ブルガリアの不評師団は、第5次反パルチザン攻勢において、モンテネグロからセルビアに至るパルチザンの大路を塞ぐ、役割を担い、また東部ボスニアでの第6次反パルチザン攻勢にも参加した1944年9月10日、ブルガリアは連合国に立場を変え、ドイツ及び数軸国に宣戦布告した。ドイツ軍は速やかに、ブルガリア軍の五個師団からなる第一軍団と、 第5軍を武装解除した。第5軍は果敢に抵抗したもののわずかのうちに無力化された。逃げ延びた兵士はブルガリアへと退却し、45万人からなるブルガリア国軍に合流する。10月8日、ブルガリア第1軍及び第4軍はパルティザンの同意を得て、ユーゴスラビア領マケドニアの占領にあたる。また、第2軍はセルビア南東部を占領した。 その後第一軍はソビエトの第三ウクライナ戦線と共に北へ向かいユーゴスラビア東部及びハンガリー南西部を通過し1945年5月にオーストリアにてイギリス第8軍と交流する。イタリア軍最高司令部は1941年に24個の師弾と3個の沿岸旅団をユーゴスラビア占領に割り当てた。これらはスロベニアから中央クロアチア、 ダルマチアを経て、モンテネグロ、コソボへと至る領域に展開された。1943年9月8日、イタリアは連合国との休戦に合意し、イタリア軍17個師団が、ユーゴスラビア域内に取り残された。これらの師団はいずれもドイツ軍への合流を拒絶した。2個師団がそのままモンテネグロのパルティザンに合流、1個師団がアルバニアのパルティザンへと合流。 その他の多くはドイツに降伏し、捕虜となるか、即決処刑された。また一部は、武器、弾薬、装備を差し出して、クロアチア独立国あるいは、パルティザンに降伏するか、単に解散するか、あるいは、トリエステを経由して、徒歩で、あるいは、アドリア海を経て、カイロで、イタリアにたどり着いた。イタリア領、ダルマチア州は解体され、イタリアの保有資産は、 ドイツとクロアチアに分割された。イタリアが撤退した領域に、ドイツ軍は新たに、アドリア海沿岸作戦区域を設置、クロアチア独立国は、シュドイコールラブに小谷軍を置いた。1944年秋のドイツ軍の前線の、縮小1944年8月、ルーマニアで、ミハイ一世のクーデターが成功し、ルーマニアは数軸を離脱、ルーマニア国軍は、 ソビエト赤軍の司令下に置かれた。ルーマニア軍は、ドイツ軍に対する戦いを開始プラハの戦いに従事した。ブルガリアも9月10日に同様に数軸を離脱、ドイツ及び残りの数軸諸国への戦線を布告した。数軸国がブルガリアに差し向けた戦力はしかし、不十分であり、すぐに、ブルガリアから追い返された。ユーゴスラビア領マケドニアに残されたブルガリア軍は、 ドイツ軍に包囲され、また、後位の指揮官の裏切りもあり、ブルガリア領への退路を開くための戦いを余儀なくされた。ブルガリアの3つの軍は45万5千人の兵力を要し、1944年9月に帰島、率いるパルティザンの同意を得て、ソフィアからユーゴスラビア領の西を呼びスコピエに進駐、ギリシャから撤退するドイツ軍を阻止する戦略的役割を果たす。 ユーゴスラビア領のセルビア西部、南西部及びマケドニアは、その後2ヶ月の間に13万人の兵力を要する、ブルガリア第一軍によって解放され、その後ブルガリア軍はハンガリーへと北に攻勢を続けた。連合国の航空支援とソビエト赤軍の協力を受け、パルティザンは、数軸国に支配され、傀来国家となっているセルビアへと向かう。 セルビアでは1941年のウジツェ共和国の画界以降、パルティザンの活動は小規模にとどまっていた。9月には、パルティザンは赤軍と協力して、ベオグラード構成を観光10月20日にベオグラードを解放した。この年の冬には、パルティザンはセルビアの半分、ユーゴスラビア領マケドニア、モンテネグロ、そして、 ダルマチア沿岸部の大半を統制下に置くようになる。ドイツ国防軍とウスタシャ支配のクロアチア独立国はスレム地方に先制を張り、この冬の間これを維持し、ギリシャから撤退してくるドイツ軍を支援した。パルティザンの兵員確保のために、ティトウは1944年12月31日までにパルティザンに加わるすべての者のへの面積を宣言した。 ドイツ軍は比較的順調に退却を続けた。バルカン半島から撤退する最も簡単なルートであるセルビアを通る経路が立たれたため、より困難の大きいコソボ、三尺、ボスニアを通る経路を維持するために、その撤退先となるスレム地方に戦線を張り防戦に当たった。ドイツ軍はユーゴスラビア人民解放軍に対して一時的には戦果を上げてこの地を守った。 ヘルツェゴビナ地方のモスタルからは1945年2月22日に撤退した。サラエボには4月15日まで止まった。サラエボはバルカン半島から撤退する経路のようとなる場所にあり、その維持は戦略上、致命的に重要なことであった。3月初頭、ドイツ軍はボスニア南部の戦力を引き抜き、ハンガリーでの反抗に差し向けるがこの試みは失敗に終わり、 さらに、ユーゴスラビア人民解放軍は、ドイツ軍の弱った箇所を攻撃し戦果を上げることとなった。ユーゴスラビア人民解放軍は連合国の支援強化を受け、また、背後の安全はすでに確保されていたものの、元がゲディラ戦術を取るパルティザンであった彼らには、特にベオグラードに広がるスレム地方の平地での通常、戦闘には困難が伴った。 十分な訓練も受けずに寄せ集められたパルティザン兵士であった彼らはスレム戦線で過烈な戦いに多くの犠牲を払ったがドイツ軍は4月中旬までこの地を維持した。1945年3月20日、パルティザンはモルタルビシェグラードドリナ川地域で大規模攻勢を実施した。ボスニア、クロアチア及びスロベニアの山の部分の多くはすでにパルティザンの統制下となっており、 この大構成ではそれらの地域をつなぎ、主要都市や交通路を確保することが目的であった。大構成の前夜には、元水ヨシップブロズティ島のもとには、総員80万人の兵力があり、4つの軍が組織、されていた。第1軍はペコダプチェビッチ、第2軍はコチャポポビッチ、第3軍はコスタナジ、第4軍はペタルドラプシンが、司令官を務めた。加えて、 人民解放軍は8個の独立軍団も備えていた。パルティザンの大攻勢への対応に当たったのは、ドイツ国防軍ー、e、軍集団のアレクサンダー・レイア将軍であった。この軍集団には7つの軍団が属し、17の師団に分かれていた。この7個の軍団の他に、アメリカ及びイギリスの海軍、空軍の攻撃にさらされ続ける海軍及び空軍も残されていた。 クロアチア独立国軍は1944年11月に、ウスタシャ民兵とクロアチア共同防衛隊とを統合して再編され、13個の不評師団、2個山岳師団、2個九州師団、1個予備師団の計18個師団が蘇生され、それぞれの師団には固有の砲兵部隊や、その他の支援部隊が付属された。また、複数個の装甲部隊も存在した。 1945年初頭より、クロアチアの師団は、各地のドイツ軍と行動を共にし、1945年3月まで南部戦線を維持した。後方を維持するのは3万2千人前後からなる、クロアチア憲兵隊であり、憲兵隊は迫撃砲などを備えた、軽武装の5個の警察義勇連隊と15個の独立大隊からなる、クロアチア独立国空軍。 クロアチア空挺部隊は独ソ戦から戻され、1945年5月まで攻撃や戦闘、輸送といった航空支援を続け、イギリス空軍、アメリカ空軍、ソ連空軍などの連合国の空軍と戦った。1944年はクロアチア独立国軍にとって壊滅的な一年であり、234機の航空機を失っているが、1945年の 年初の時点でなお196機の航空機を保有していた。ドイツからは1945年初頭まで新しい航空機が持ち込まれ、3月10日には23機のメサーシミット b f 1 0 9 g 及び、計3機のモランソニー MS406、6機のフィアット G50、2機のメサーシミット 110G 戦闘機を保有していた。 ドイツからは1945年3月までメサーシュミット190及び軽戦闘機がクロアチア独立国空軍に持ち込まれ1945年4月の時点で176機の航空機を保有していたドイツ支配のセルビアにはセルビア国土防衛隊及びセルビア義勇軍団の残余兵力が残っていたまたスロベニア共同防衛隊もまだ スロベニアに兵力を残していた。1945年3月の時点で、クロアチア軍はまだ前線を維持していたが、弾薬の欠乏により、遠からず、打ちまかされるのは、明白となっていた。このため、イギリス軍がイタリアからオーストリアに攻め入っている中、イギリス軍への降伏のために、オーストリアに撤退することを決定した。ドイツ軍の兵隊は破壊され、 彼らもまた戦闘不能に陥りつつあった。大規模攻勢が始まった当日にビハチはパルティザンによって解放された。ペタルドラプシン率いるユーゴスラビア人民解放軍第4軍はドイツの第 15SS コサック騎兵軍団を打ち破った。4月20日までにドラプシンらはリカ中央クロアチア沿岸部を解放し、ユーゴスラビア王国時代のイタリアとの国境にまで到達した。 5月1日、戦前はイタリア領であったリエカやイストラ半島をドイツ第97軍団から奪い、ユーゴスラビア第4軍はトリエステで西側連合国と合流した。コチャポポビッチ率いるユーゴスラビア第2軍は4月5日にボスナ側までを制圧してドボヨ占領、ウナ側にまで到達した。4月6日、第2軍団、第3軍団及び 第5軍団はドイツ第21軍団からサラエボを奪取する。4月12日、コスタナジ率いるユーゴスラビア第3軍はドラバ側まで敵を追いやり、ポドラビナ地域を確保、ザグレブの北に到達し、トラボグラート地域で戦前のオーストリアとユーゴスラビアとの国境を越えた。ユーゴスラビア第3軍の自動化部隊は第4軍と共にケルンテンにて敵軍の包囲に成功する。 4月12日にはまた、ペコダプチェビッチ率いるユーゴスラビア第一軍は、スレム地方で前線を維持していたドイツ31軍を打破した。4月22日までにドイツ側の要塞を破壊し、その後ザグレブへと向かう。ユーゴスラビア西部を解放した大規模攻勢では、多くの犠牲を伴った。4月12日のスレム前線の突破は、ミロマン・ジラスによると、 我らの軍が経験した最大にして最も血生臭い戦いであり、ソビエトによる訓練や武器供与なしにはなし得なかったことであった。ペコダプチェビッチ率いる第一軍は1945年5月9日にザグレブに到達した。この時までに第一軍では最大で死者3万6千人の損害であったとみられる。ザグレブでは40万人を超える避難民が発生した。 第二軍と共にザグレブへの入場を果たした後は両軍共にスロベニアへと向かった。1945年5月1日のヨーロッパの前線5月2日、ドイツの首都ベルリンが赤軍の手に落ちた。1945年5月8日、ドイツ軍は無条件降伏し、ヨーロッパでの戦争は公式には終結した。イタリアは1943年に、 ブルガリアは1944年に、ハンガリーは1945年初頭に、すでに数軸を離脱していた。しかしその後も、ユーゴスラビアでは、散発的な戦闘が続いた。5月7日にパルティザンは、ザグレブに、到達。5月9日にはマリーボルト、リュブレナを確保し、ドイツ軍の E 軍集団を率いるアレクサンダー・レイア、将軍は1945年5月9日。 スロベニアベレニエ近くのトポルシサにて指揮下のすべての戦力の降伏に調印した。その後にはクロアチア人やその他の反パルティザン勢力のみが残されていた。5月10日から15日にかけてユーゴスラビア人民解放軍はクロアチアやその他の反パルティザン勢力の抵抗に対応しなければならなかった。ポリアナの戦いはヨーロッパにおける 第二次世界大戦で最後の戦闘であった。この戦いは1945年5月14日から15日にかけてスロベニアプレバリエ近くのポリアナにて発生した。パルティザンと対峙したのはドイツ陸軍、クロアチア独立国軍、スロベニア共同防衛隊やその他の反パルティザン勢力からなる混成の集団であり、オーストリアへの退却の途中であった。 1945年5月15日、クロアチア共同防衛隊、ウスタシャ、第 15SS コサック機兵軍団、セルビア国土防衛隊、セルビア義勇軍団の残余兵力は、イギリス軍に降伏した。クロアチア人は、ジュネーブ条約に基づいて、イギリスに降伏することを求めて、交渉に当たったが無視された。クロアチア独立国は1943年1月20日に、 ジュネーブ条約に批准し、交戦中の国家として承認されており、また承認については、イギリスやアメリカ合衆国にも通知されていた。5月5日、トリエステの北約5 0トルのところに位置するパルマノーバで2400人から2800人程度のセルビア義勇軍団の兵士がイギリスに降伏した。5月12日、 さらに2500人程度のセルビア義勇軍団の兵士がドラーバ川沿いのウンターベルゲンにてイギリス軍に降伏した。5月11日から12日にかけてオーストリアのクラーゲンフルトにてイギリス軍はユーゴスラビアパルティザンからの妨害を受ける。ベオグラードではユーゴスラビア中殺のイギリス大使が地頭に対してオーストリアから引き上げるよう求める文書を渡した。5月15日 企党は、オーストリア領内のパルティザン勢力を連合国の統制下に置き、その後撤退に同意した。5月20日から、オーストリア領内のユーゴスラビア軍は、撤退を開始した。イギリス軍に降伏したセルビア国土防衛隊、セルビア義勇軍団、クロアチア共同防衛隊、ウスタシャ民兵、ドイツ軍第 15SS コサック機兵軍団の、大部分は6月1日に、 ユーゴスラビアに引き渡された。パルティザンはこれらの捕虜を迫害し、この事件は、ブライブルクの虐殺と呼ばれることになる。6月8日、イギリス、アメリカ合衆国及びユーゴスラビアは、トリエステの統治について、合意を交わした。1945年3月8日、ベオグラードにて、ティトーを、首相、イバンシュバシッチを外務大臣とする連立政権が、成立した。 イギリスに亡命中であったユーゴスラビア国王ベータルセ世は、王政の存続に関する国民投票を待ってから帰国を決めることとした。11月29日、圧倒的な支持を得て、ベータルセ世の範位が決まり、同日にユーゴスラビア議会にて社会主義国としてユーゴスラビア連邦人民共和国が成立した。ティトーは新体制の首相に選出された。 1946年3月13日、ミハイロビッチはユーゴスラビア人民保安局によって逮捕された。同年の6月10日から7月15日にかけて、ミハイロビッチは退虐罪及び戦争犯罪の容疑で裁判にかけられ、7月15日に銃殺刑とする判決が下された。7月16日、恩情を求める訴えは、 ユーゴスラビア議会の行政委員会に適却され、ミハイロビッチは他のチェトニクの士官と共にリシチポトクにて処刑された。この処刑によって第二次世界大戦期のユーゴスラビアのチェトニクとパルティザンの内戦は完全に終結した。ユーゴスラビア政府は戦争による死者数を170万4000人と推計し、1946年に 国際賠償委員会に詳細な文章を伴わない概要を報告した。報告では戦争に関連する死者数のほか出生数の減少や人口流出、感染症による死者などを考慮に入れた戦争がなかった場合の推定人口にも言及している。同じ概要は1948年の連合国賠償委員会にも報告されたが、この時は 戦争に関する死者数のみであった。ドイツが検証可能なデータを求めると、ユーゴスラビア連邦統計局は1964年に全国的な調査をまとめた。この調査結果によると、戦争に関連する死者数は59万7323人とされた。調査結果は1989年に初めて公表され、それまでは秘密とされていた。 アメリカ合衆国国勢調査局が1954年に刊行した報告書によるとユーゴスラビアの戦争に関する死者数は106万7千人程度とされた。国勢調査局はユーゴスラビア政府が発表した170万人という死者数は終戦直後に出され戦後の国勢調査などを経ずに算出された数字であり課題なものとなっていると結論付けた。 その後のブラギミル・ジェリアビッチの推計では、戦争に関する死者数は102万7千人であり、パルティザン兵士の死者数が23万7千人、クロアチア共同防衛隊やウスタシャの兵士の死者数が20万9千人であったとしている。市民の死者数は58万1000人で、この中に5万7千人のユダヤ人を含む、戦後ユーゴスラビアの構成地域ごとでは、 ボスニア・ヘルツェゴビナが31万6千人、セルビアが27万3千人、クロアチアが27万千人、スロベニアが3万3千人、モンテネグロが2万7千人、マケドニアが1万7千人、ユーゴスラビア国外は8万人となっている。ボスニアに住むセルビア人、ボゴリュブ・コチョビッチの推計によると、戦争による死者数は101万4千人とされた。 サンフランシスコ州立大学名誉教授のよぞ、トマシェビッチによると、コチョビッチやジェリアビッチの推計は、バイアスがかかっておらず、信頼できるものとして受け入れられると評価している。ユーゴスラビアで戦争による死者数が多かったのは、以下のような理由による、ユーゴスラビア戦線では、5つの主要軍事勢力が衝突したドイツ軍は、ヒトラーの命令を受け、 セルビア人を列島人種とみなし、特に過れに抑圧した。ドイツ軍政下のセルビアで発生したセルビア人虐殺のうち、最大規模のものにクラグイエバツの虐殺などがある。いずれの勢力も敵性住民に対する計画的な抑圧策を実行した。全勢力が嫌悪に基づく重殺を大規模に言った。終戦時には、ウスタ社の協力者が、ブライブルクの虐殺によって、 大規模に殺害された政治的、宗教的、あるいは人種的理由による体系的な住民殺害が行われた。最も多く犠牲になったのはウスタシャに殺害されたセルビア人とチェトニクに殺害されたクロアチア人やムスリム人であった。ウスタシャによるセルビア人殺害はクロアチア独立国全土で行われ、特にバニア、コルドゥン、リカ、ボスニア北西部。 ヘルツェゴビナ西部で激しく、その他にも多くの者が、ヤセノバツ強制収容所などの絶滅収容所。チェトニクは、ボスニアや三弱で、ムスリム人を、ボスニア及びヘルツェゴビナ、ダルマチア北部、リカで、クロアチア人を殺害した。ユダヤ人は、ユーゴスラビア域内各地、あるいはドイツ、ノルウェー、ギリシャなどに設置された、絶滅収容所に送られ、殺害された。 スロベニアに設置されたイタリア領ルビアナ州ではマリオ・ロアッタを主犯とするイタリアの当局がスロベニア人の市民を弾圧しスロベニア地域のイタリア化のために多数を強制収容所に送った食料配給の減少によって飢餓や薬病が拡大した連合国の空爆によるドイツ軍の平坦破壊でも市民に死傷者が発生した最大の被害を受けたのはポドゴリザ レスコバツ、ザダル、ベオグラードであった。33万5000人の出生数減少と66万人の国外流出は死者数に含まれないリュブラナでは、リュブラナ現代史研究所が、スロベニアにおける第二次世界大戦の正確な死者数を算出する包括的な研究に1995年より着手した。10年に及ぶ研究の後、2005年に、 最終報告書を公表した。報告書にはすべての死者の氏名が記され、その数は89,404人であった。また報告書では、終戦直後のパルティザーンによる即決処刑の死者も含まれ、その数は13,500人程度であった。研究結果は一般社会に驚きを持って迎えられる。研究結果による死者数は、それまで、 ユーゴスラビア時代に考えられていた推計よりも3割以上多かったのである。1945年5月以前のみの死者数でさえも従来の推計値よりも大幅に大きいものであった。このような災害が発生した理由は次のように考えられる。この研究ではパルティザンに殺害された戦闘員、非戦闘員の数も正確に数えている。加えて新しい統計では ドイツ軍などによってナチス支配下のスロベニアから、生き害に連行され、戦闘中や収容所内で死亡した者の,の数も、含めている。さらに、戦前は、イタリア領であったベネツィア・ジュリアに住み、イタリア兵として死亡した、スロベニア人、プレクムリエ地方に住み、ハンガリー兵として死亡した、スロベニア人、イギリスや、その他の連合国の部隊に加わって死亡した、スロベニア人も含めている。 ただし、戦後もイタリア領に泊まった地域に住む、スロベニア人、同様に、オーストリア領に住む、スロベニア人、同様に、ハンガリー領に住む、スロベニア人は、スロベニアパルティザンの兵士を除いて、統計には含まれていない。死亡者のうち47%は、パルティザン兵士、33%は、一般市民、20%は、スロベニア共同防衛隊の兵士であった。 クロアチアでは第二次世界大戦における戦中、戦後の被害者特定委員会が1991年に発足し、2002年まで活動を続けた。フラによっジ自慢らによるクロアチア民主同盟の河川政治が集結し、イビツアラチャン政権が発足すると委員会は成果をまとめられないまま活動を停止した。2000年代にはスロベニアとセルビアで封印された。 集団墓地を調査するための委員会が発足し、集団墓地の発掘調査や記録を行う。ありがとうございます。